格安物件に一年住んでみた。もう15年くらい前の話。当時母親が逃げて父親と暮らしてたんだけど、これがどうしようもない男で、口ばかりのダメ人間だった。その頃親子揃っての隠居生活から抜け出そうってことで、坂道の半ばにある木造の古いアパートに下見に行った。 今思えば何でも自分勝手に決める父親が当時高校生だった俺を物件の下見に連れていくなんて変だった気がするその部屋は入った途端に線香臭かったその匂いだけで怪しいと思いながら奥に入ると部屋のど真ん中で線香を焚いてたその上を見上げると天井に大きな穴と その真ん梁を,をよく見ると荷造りに使うようなビニール紐のカスがいくつか垂れたままになっていたもうこれだけでビニール紐で釣ったものが想像ついたけどあえて案内した不動産業者に聞いたら前の住人さんがインテリアをぶら下げてたみたいなんですけど跡が残っちゃったみたいですね。 どう見ても前の住人さんがインテリアになってたように見えますが、こんな部屋なのに結局住むことに、きっと格安だったんだろうと思う。住み始めてから夕暮れの薄暗い時間になると、時々その部屋にある窓の外で頬がこけて目の下にクマがある薄気味悪い印象の男が通り過ぎたり、窓からこちらを見るようになった。 ちなみにこの窓アパートの裏手に面していてそこはアパートを囲うコンクリ塀際のどこにもつながっていない人がギリギリ通れる程度の隙間一度様子を見に行ってみたら大きな石がたくさん転がってて好んで通りたい場所ではなかったそんなものも気にせず住み続けていたある日 その部屋に後輩たちを集めることになった。理由は、曰く付き物件での肝試し。肝試しだから当然のようにみんな夜中まで居座る予定だった。ところが夜が更けてきた頃に部屋の真ん中でふわりふわりと空気が揺れた。その揺れはまるで何か吊り下げたものが揺れているようでもあった。 その中の一人が空気の揺れの中心をちらりと見てから俺に耳打ちしてこう言った。あそこにぶら下がってるよ。こっちは言われなくてもわかっていたんで、あまりじろじろ見ずに知らないふりしとけ、とだけ返した。その後は一番強がってた奴がそっちを見て、 すぐに怯えるように帰っただけだったちなみにこいつはそれ以来このアパートには一度も来た覚えがないその後も寝ている時にふと目を覚ますと天井の穴が開いていたあたりからきしむようにギシギシと聞こえた結局いろいろあってこの部屋には一年ほどしか住んでいないちなみにこのアパート 現在は取り壊されてちょっと小切れな感じのアパートに建て替えられていたあれは建て替えたところでどうにかなるものでもないと思うとりあえず格安物件を探して住むほどの貧乏にはならない方がいい心霊がらみかはともかく絶対に曰くつき物件であることは間違いないので。